なったです。今回はですね、レッスン場にいるんですけど、なんと演技レッスンをやります。はい、ひなたチャンネル恒例の演技レッスンですね。前回多分怒り泣きの演技をしたと思うんですけど、今回は怒りがメインということで、前回と違った感じにはなると思うんですけど、多分怒りと泣きが結構苦手なので、私はだからちょっとね、克服できるように頑張っていきたいと思います。では先生が来るのを待ちたいと思います。それではレッツゴー。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、あいうえお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 うえ。そしたらまず、ちょい怒りイラっていうことが起きるんだけど、まだこう口出すまででもないみたいな、自分の中で消化してため息とともに吐き出す不満みたいな、ちょっとやってみましょう。じゃあひなたちゃんが怒る方ね、はい、相手は妹でも弟でも誰でもいいんだけど、自分の部屋の使ってほしくないもの、テーブルの上にとっ散らかってある。呼吸が大事なんですよ、怒りって。状況に自分を追い込んだら多分湧き出てくるので、自然に。で、ひなたちゃん好きなものでやってみましょう。ため息つくところまでいきます。よーい、スタート。あ、上手。難しい。いやいや、いいよ、上手、上手くなってる、いい感じ。そしたら、で、このため息の後に、何なの？自分に当たるイライラ、何なの？で、ちょっと爆発させてみてください。ねえ、スマホいいんだよね。
めていいか。危ない。本当にやだ、寝て。めっちゃ壊れてるし。ごめん、そんな怒る？普通怒るでしょ、こうなってた。え、でも使えるよ、それ。使えるとかそういう問題なの？そんな怒ってる。普通怒るでしょ、自分だってやられたら怒るでしょ。でも使えるからいいかなと。使えるとかそういう問題じゃないの。考える、普通に。ごめん。ヘラヘラしてんのが一番遅いんだよ。ごめん、私が悪かった。ねえ、そういうのマジやん。ガチで謝って。分かった、買ってくるから。買ってくるとかそういう問題じゃないの、謝ってほしいの。怖いんだけど、そんな怒んないで。ねえ、ねえ。久々の怒るだけの演技だったんですけど、前回のが結構活かせれてたので良かったなって思います。なんか家でやってそう。いや実際に、いやそんな、もう実際に怒るときはマジ無言になると思うんで、こんな怒れないからちょっと申し訳なくなる。頑張ります。今度は誤解されて、人のせいにされる、だからどっちかのせいにされて、私じゃないし、え、あんたでしょっていうのを思ってほしいです。まあ、あるあるだよね、この設定も。机の上に置いてあったお菓子を食べられてた、うん、食べられてた。学校行って楽しみにしてたおやつない。ない。よーし、スタート。ねえねえ、ここにあったお菓子はない？うん、知らないよ。え、置いてあったんだけどさ。え、食べたでしょ。食べてないよ。え、だって家にあったしかない。え、知らないの？え、置いてあったの？食べてない、知らない。いやいやいや、食べたでしょ。食べてない。どんなお菓子だったかも知らないよ。いや、ポテチポテチ、わかんない。え、すっと食べないで、食べてる。違う、食べてない。食べたでしょ。食べてない。いやいやいや、絶対食べたって。違う、食べてない。いや、食べたでしょ。え、いや、正直に言ってたから。じゃあ置いてないじゃないの。え、だからここに置いてあったの。私食べてないよ。それがなくなってたから絶対あんた食べたでしょ。食べてない。いや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 、食べたでしょ。何も食べてない。嘘じゃないよ。いやいやいや、食べたでしょ。食べてない。もうなんで、食べたでしょ。食べてないって一緒なんだよ。もっとみちるちゃんが下がろう。はい、ひなたちゃんがどんどん上がってきてるから、みちるちゃんがちょっとブチ切れる方にもっと上がってみようか。見てない、見てない。食べたでしょ。だから正直に言って。正直に言ってる。食べてない。正直に言って食べたでしょ。知らないって言って。いやいやいや、姉ちゃん、ん？私、唐揚
亀さ、一個も食べてないんだけど。え、私も残り、あと一個しかないっけ。あ、じゃあ私ない。え、なんで食べてないんだけど。いや、唐揚げ食べたかったんだけど。私も食べたかったし。いや、全部食べたでしょ。いや、二個しか食べてない。いや、嘘つかない。え、食べたでしょ、逆に。いや、食べてないって。え、逆に見た、食べてるところ。見てないけど。じゃあ誰が食べる。ありがとうございました。いいと思ったらこれ、チャンネル登録もよろしくお願いします。では。